はい、続編です。それで、続編なんだけど、ちょっと待ってね。続編の前なんですけど、ちょっと待ってね。もうさっきの、続編なんですけど、さっきの話してるやつを、もうアップしちゃいます、YouTube で。限定公開で。10分の動画なんですけど、もう、あっという間にネット早いんで、アップできちゃいます。ね。オッケー。コーラ飲みました。コーラ飲みました。コーラ飲みました。はい、オッケー。7月16時58分から10分間のね、やつね。それで戻りまして、チケットに戻りまして、これは別のログインで買うっていうところでまで終わったね。そしたら、オリンピックチケットもホームに戻って、今3枚買ってますよ。残り24分、まあ、これはエクステンションできますんで、今24分。オープニングセレモニーもやった。クロージングセレモニーは今回重要です。というのは、日本の、東京オリンピックで入るかな。あ、これマラソン男子がこれ入ってくるのかな、クロージングセレモニーで。多分買えるかな。6000円、6000円。買えたら買いたい。買えない。やっぱな、6000円で見たかったな、閉会式。でもね、開会式の方が人気あるから、1万8000円も買えません。31が3、4万5000円で、約4万5000円、ここか、4万5000円、ここ、チケットを買える。9万円、安いね。9万円、いや、9万円は俺にとっては高いけど、閉会式を見れるんだったら9万円安いですよ。これ日本から一番最後の、閉会式の一番最後に、日本からの招待歌手、招待選手、日本のパフォーマンスが見れるから。なんか今、なんか昔ちょっとはや、あの騒がれたよね、東京都知事がね、どうたらこうたらとか、行くとか行かないとか。ここで見んだろうな、多分ここで見んだろうな。まあ、これは買えない、買えない。ただ今、参考までにね、ロンドンの時も、ロンドンオリンピックでも、開会式、閉会式は一番高いチケットは1名だったらなんとか残ってたからね。これはだから、リオもロンドンも一緒ですよ。それで、あとね、待ってね、買うチケット、バレーボールはね、ほぼ全部買えるんだけど、これは後でちょっと触れよう。一番重要なバレーボールだから。で、マラソンもオッケーしたな。マラソンオッケー。クロージングセレモニーをチェックしたな。で、これは、重量挙げは、さっき触れたな。それで、これがいいな。女子100メートル、俺、女子の1万メートル好きなのよ。エチオピアの女子とか。8月の12日、8月の12日だな。8月の12日、8月の12日、1万メートルとか、メンズ？女子の1500円、ラウンド1、予選の1回戦。あれ？女子の1万メートルどっち？ 8 が。いや、夜だと思うぜ、女子は。女子の1万メートルの決勝は。午前中かな？あ、これだ。あ、午前中見たかったな。
あ、午前中か、夜見たかったな。見れるのが、なるほど、なるほどって感じかな。これで3000円で、1万、サザン、3、4、10、40、1万5000円か、一番いい席。北京では、ゴール、100メートルある？ハードルか。前回さ、俺、前回じゃない、北京の時で、ボルトスタート地点から見たからな。グリーン。変えるな。俺ね、前回ね、ここ100メートル通るの、ここ。100メートル通るのね。俺ね、これね、スタート地点。間違いないと思う。俺、ここで見た、前回。だから、今回の場合、ここだったらいいけど、こっちだったら、スタート地点とか見れないんだよね。あと100メートルとか見れないから、これでいいよね、これで。これで。3000円で。1万メートルビクトリーセレモニーと、そもそも日本って誰が陸上を取るの？リレーとかないかな？ 400 リレー。400リレー。ああ、400リレー。ちょっと待ってね、400リレー。400リレー。これ興味あるスポーツ。ハードルなんか興味ねえからな。女子 100m 呼び、こんなの興味ないな。前回さ、1万メートルの決勝と 100m の男子があったからな。最高だったんだよね。草び呼び、男子 100m。これ安いと思うよ、この日。予選だから。ただ他の種目、円満鍋の表彰式か。待てよ。準決勝。しゃっくり。ああ、しゃっくり。8月16日、やっぱこれだな。やっぱこれだな。8月の18日、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 8月の18日。日付で選べたんだよね。どこのサイトだっけ？日付で選べたんだけど、8月の日付で選べたんだけどな。8月の18日。なんだ、8月の18日見れない。ここまで、やっぱ安いね、ここまで予選だから。